クリスマスクラッカークリスマスクラッカーが置かれたテーブルクリスマスクラッカーを引っ張り合うイギリスの母子。クリスマスクラッカーはクリスマス用のクラッカー。イギリスのクリスマスパーティーにおける伝統的なものでアイルランド、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどのクリスマスでも愛用されている。特にイギリスのクリスマスには欠かせないものである。紙吹雪の飛び出す円錐形のクラッカーとは異なり、 ダンボール製の筒を色鮮やかな包装紙で包んで大きなキャンディのように形作ったものである。中にはプレゼントが詰まっており、両端を二人で引っ張ると火薬による破裂音とともにプレゼントが飛び出す仕組みになっている。火薬には雷三銀が用いられる。クラッカーの中身は一般的には菓子、キーホルダーや笛や知恵の輪などの小さな玩具、紙製の王冠。 格言やジョークやクイズが書かれた紙、紙吹雪などが入っている。数ポンドの子供向けの玩具や安価なプラスチック製品から数百ポンドの銀製品まで内容は様々である。毎年どんなプレゼントが飛び出すのかがパーティーの楽しみとなっている。イギリスではクリスマスパーティーのテーブルに必ずクリスマスクラッカーが並べられており、隣に座った人と クラッカーの両端を引っ張り合う。紙の王冠は頭にかぶりながらクリスマスの料理を食べるのが一般的である。クラッカーの中に指輪を入れて女性に求婚する男性もいる。クリスマスクラッカーには火薬入りのものと火薬なしのものがあるが火薬のあるものは花火などと同様の扱いで航空会社により飛行機内への持ち込みが規制されている場合があるため、 国外への持ち出しには注意を要する。クリスマスクラッカーを飛行機内に持ち込んだために飛行機の離陸が遅れたとの報告例もある。トム・スミス・トム・スミスのクリスマスクラッカー用の箱の装飾サタデー・イブニング・ポスト1919 19年4月26日号の表紙クリスマスクラッカーは1847年にイギリス東海岸の菓子職人であるトム・スミスによって考案された。 スミスはロンドンのイズリントン区ク,クラーケンウェルに店舗を構えており頻繁に新たなアイデアを求めてイギリス国外を旅行していた。1840年スミスは視察旅行でフランスのパリを訪れた際にフレンチボンボンが一つ一つ綺麗に紙で放送されているのを見て感動した。当時のイギリスでは個別放送された歌詞がなかったためである。スミスは帰国後 フォーチュンクッキーを参考にして愛の格言が印刷された放送紙を発注しその紙でキャンディを個別放送してクリスマスに売り出したこれは大変な人気商品となったが間もなく他の店から類似品が現れたそこでスミスは中に小さなおまけを入れたり様々なアイディアを試しているうちに1849年には後に人気を博すような中に玩具などを詰めた クリスマスクラッカーが誕生した。クラッカーに入れられた火薬は、スミスが火に投げ入れた丸太が大きな音を立てたことがヒントになったとも伝えられる。世界でただ一人のクラッカーの歴史家とされるピーター・キンプトンは、トム・スミスのクラッカーの歴史を記した書籍を研究し、その製品の品質、デザインの多様性を高く評価している。当初は、クリスマスクラッカーは、コサックと呼ばれていたが、 まもなく、クラッカーの名が一般的となった。コサックの名は、クラッカーの音がコサック機種の銃の音に似ていたため、または、クラッカーの外観が機種の無知を彷彿させたため、と考えられている。スミスが1869年に死去した後、この事業は3人の息子に引き継がれた。息子たちにより、ヨーロッパ、アメリカ、日本など各国から輸入したプレゼント類が、 クラッカー内に追加された。紙製の王冠も、息子の一人により考案された。この紙の王冠は、古代ローマの12月のサートゥルナーリア祭りで、人々が被った祝いの帽子が由来と考えられている。その数年後、スミスのクリスマスクラッカー発明者としての事業を、近年、ロンドン市内の広場であるフィンズベリースクエアに噴水が建設された。1906年には、 当時の王子であったジョージ6世にトム・スミスによるクラッカーが王室御用達として認められて以来、イギリス王室のために特別なクラッカーが製造されている。1919年にはノーマン・ロックウェルによる少年と少女がクリスマスクラッカーを引き合う絵画がサタデー・イブニング・ポスト4月26日号の表紙に掲載されており、 これにより当時の子供たちのクリスマスパーティーの様子をうかがい知ることができる。1920年代にはトム・スミスによるクリスマスクラッカーは世界的に有名なものクリスマスクラッカーなしでパーティーはあり得ないと宣伝されるようになった。1980年代には毎年5000万個のクリスマスクラッカーが生産された。クリスマスクラッカーに関するギネス世界記録には 以下のものがある。ありがとうございます。